どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。続きやっていきましょう。ここで登場、頼れる方、生徒会長。あ、生徒会長、今お帰りですか。一日中歩き回ったのに収穫がなかったので、心身ともに疲れ果ててしまった。どうにか笑顔で返事したいけど、部長はため息まじりだ。今帰りですか、じゃないわよ。如月くん、無断で午後の授業抜け出しちゃダメでしょうが。先生たち心配して探してたわよ。そんな大騒ぎになってたのか。まずかったな、無断でサボっちゃって。今日はおとなしく授業を受ける気分じゃなかったんです。先生たちには明日謝っておきますよ。本当にもう、あなたがそんなんじゃきっと郷土研のみんなも心配してるでしょうね。生徒会長は郷土研のみんなと話したんですか。はるかさんとは少しね、事件のことで落ち込んでたみたいだから励ましてあげたわ。はるかは確かに学園に来ていた。俺が意図してはるかを避けていたからあまり話しかけてこなくなった。問題は後の二人だ。部長やさゆりさんとは話しましたか。そういえばカンナさんは見かけないわね。病欠なのかしら。やっぱり部長は学園に来てないんだ。さゆりさんは今日見かけた気がするわ。何か難しい顔をしてたけど。そうですか。あなたは郷土研のみんなと会っていないの。ええ、少し顔を合わせづらくて。さゆりさんとは電話で話したけど、あまりもそっけなかった。どうして。こういう時こそ男のあなたがしっかりみんなを勇気づけてあげないといけないのに。そんなことは分かってる。でも生徒会長は知らないんだ。郷土研のみんなが警察に容疑者として疑われていることを。もしかしたら部長が犯人に殺されたかもしれないということ。もしかしてあのゆるキャラの着ぐるみが犯行に利用されたことに負い目を感じているのかしら。自分たちの苦心の作品があんなことに利用されるのはやっぱりやるせないですよ。でもそれであなたが負い目を感じるのは間違っているわ。どうしても郷土研のみんなと話しづらいというなら私が間に入ってもいいわよ。生徒会長にそこまでさせるわけにはいきません。でもどうしてそこまで心配してくれるんです。生徒会長は少しだけ顔を頬を赤くした。あなたは女の気持ちというものをよく分かっていないわね。こういう不安な時だからこそ信頼する人にそばにいてほしいものなのよ。特に何かをする必要はないわ。そばにいるだけでいいの。それだけで安心するものなのよ。俺なんかがいても何の役に立たないと思うんですが、そんなもんなんですかね。そういうものなの。だから明日からちゃんとみんなのそばにいてあげなさい。わかりました。生徒会長の言葉は今の俺にとって辛い言葉だった。しかし間違ったことは言っていない。はるかやさゆりさんの変化は気になるし、明日からもう少しまともに向き合わないと。なんだか調子狂うわね。どうして私があなたを励まさなきゃいけないのよ。生徒会長こそ平気なんですか。忙しいんじゃないかと思うんですが。学園と関わりを持っていた楓が殺されたんだ。警察の取り調べ以外にも面倒なことは生徒会長の身に山ほど降りかかっているはず。面倒事を処理するのも生徒会長の仕事よ。忙しくなるのは役職に就いた時から覚悟してたわ。たくましいですね。そうかしら。うちの生徒に容疑者がいないというだけでだいぶ気が楽だわ。そうですね。本当に生徒会長の呼び通りならいいんだけど。生徒会長は犯人の予想はついてるんですか。そんなのわかるわけないじゃない。でもどんなに強い動機があったって普通の学生が人殺しなんてできるわけないわ。普通はそうなんだよ。犯人は学園とは関係ない人よ。おそらくかや子さんの仕事関係の人か、それとも通りすがりの殺人鬼か。そうだよな。普通は俺たちみたいな平凡な学生が人殺しなんかできるわけないと思う。でもあの刑事さんは凶悪な少年犯罪も頻繁に起こってると言った。だから学生だろうが何だろうが怪しいものは疑ってかかると。あれ生徒会長。俺がちょっと考え事にふけている間、生徒会長は目の前から忽然と消えていた。辺りを見回すと今川焼きを売っている店でお金を払っている生徒会長が見えた。受け取った白い紙袋を持って生徒会長は戻ってくる。ごめんなさい、つい美味しそうだったから。如月くん、はい、これあなたの分よ。
俺の目の前に湯気の立つ今川焼きを差し出してきた。いいんですか？遠慮しないで受け取りなさい。まさか甘いものが食べられないというんじゃないでしょうね。甘いものは好きです。じゃあ遠慮なくいただきます。昔から和菓子って大好きで、目の前にあるとつい食べたくなっちゃうのよね。生徒会長も袋から取り出した今川焼きにかぶりつく。しばらく俺たちは無言で口を動かしていた。甘いあんこの味が口いっぱいに広がる。いいんですか？生徒会長が帰りに買い食いなんかして。あまり他の生徒の模範にならない態度ね。でも私もみんなと一緒よ。下校するこの時間はお腹が空いてしょうがないの。生徒会長も俺たちと同じ人間だったんですね。ちょっとほっとしました。こら、それってどういう意味なのよ。深い意味はないです。気にしないでください。気にするなって言われたって気にするわよ。ムキになる生徒会長を見て俺は久しぶりに笑った。事件があってからこうして他人とふざけ合ったり笑ったりする気分にはならなかったのに、今はそんなことを忘れて不自然と意味をこぼしていた。生徒会長、ありがとうございます。何？どうしたのよ、急に改まって。こうして生徒会長と話したら心の中がすっと軽くなったような気がします。そう？こんなので気分転換になるのならこの先いくらでも付き合ってあげるわよ。めっちゃできた人だ、やべえ。やっぱり生徒会長はすごいです。来期も生徒会長に投票しますよ。バカね、私は3年生よ。来期なんてないわよ。それに票集めのためにやってるんじゃないんだから勘違いしないで。なんだ、そうだったんですか。持ち上げて損した。なんですって？その後も生徒会長としばらく話をした。暗い沼に沈み込んでいた俺はヘドロにまみれる前に助け上げられたような気分だった。生徒会長と別れて家に帰る。明日からまた少し頑張れそうな気分だった。一人で人気のない道を歩く。俺を尾行するように背後からもう一つの別の足音が聞こえてくる。実は昼ぐらいからずっと気になっていたんだが、後ろを振り返っても誰もいないので気のせいだと思っていた。だがこんな時間、こんな何もない場所で身を隠す理由はない。俺は急に足を止めた。すると背後から同じように足を止める音が聞こえた。誰だよ、後をつけているのは。姿を見せようとしない人物に呼びかける。だが当然のことながら返答はない。チッ。俺は再び歩き出した。すると背後にいる存在も同時に歩き出した。後をつけているのはやはり警察の人間だろうか。俺をカヤネーを殺した犯人だと思って様子を探っているのか、それとも俺をつけていればそのうち犯人と接触するとでも思っているのか。くそ。俺は走った。当然後ろにいる奴も走り出す。こんなことをしても負けるわけがないことは分かっている。向こうが警察ならば当然家にも見張りを立てていることだろう。それでも黙って後ろをつけられているのは不愉快だった。俺は急いで家の中に駆け込んだ。そして窓から家の外を見つめる。監視している奴らの姿を少しを見てやろうと思ったんだが、やはり向こうは姿を見せない。怪しい車も見えない。それに全く人の気配がしなかった。もしかして気のせいか。いや、そんなことはないはず。あれは。あ、部長！生きてた。電柱の陰に身を隠して俺の家を監視するように見ていたのは警察の人間でなく部長だった。無事だった。部長は事件に巻き込まれてなんていない。いつもの気まぐれで身を隠していただけだったんだ。なんだよ、もうこんな時にうさげすぎだって。部長の無事を確認して思わず顔が緩む。ってことは俺の後をつけていたの部長だったのか。俺を驚かせたいのかわからないけど、すべて連絡してほしい。でも今はどうでもいいよな。とっとと外に出て部長を捕まえないと。ん？嘘でしょ。目を凝らしてみると、それは鋭く尖った歯、包丁だった。なんだあれ。おい、嘘だろ。怖っ。なんで部長がそんなものを持って、しかも俺の家の前に。いや、包丁を持ってついてくれて怖すぎるでしょ。部長は家出して行方がわからなくなっていたんじゃ。なんで刃物を持って俺のことをストーカーみたいに後をつけているんだ。
まさか部長、お前が。突然腰に力が入らなくなった。俺は立っていられなくなり、その場に座り込んだ。なぜ、どうして、そんな言葉ばかりが俺の頭を駆け巡っている。どうして刃物を持っているんだよ。それで俺を殺すつもりだったのか。そんな、俺は部長に殺されるようなことはしていない。むしろずっと心配していたんだ。それなのに、不意に恐怖に駆られた。窓の鍵を全部閉めて、ドアにもしっかり鍵をかけた。部屋の電気を全部消して、俺は布団を頭からかぶった。何が何だかわからなかった。部長に何があったのか。もしかしてカヤネを殺したのは部長なのか。そのことばかり頭を巡っていた。怖っ。次回へ行きましょう。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければ、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。